あの、党を超えてなんか飲み会とかやったりするんですか？コロナだとやらないかも。コロナではやってなかったですけど、コロナ前は時々やってました。あ、そうですか、うん、それは自民党の、自民党とはさすがにあんまり合わない、やんないな。自民党とはやんないな。維新ともやんないな。維新ともやんないですね。維新とは絶対やんないと思う。やんない、うん、あ、やばいと見せて。自民党とはちょっともしかしてやるかもしれないけど、うん、あ、医師の会ね、あれはね、あのね、医者の国会議員の会とか、ああ、そういうのはあるけど、でもあれはまあちょっと例外だから、うん、まあ野党ですよね。ですよね、うん。そこでなぜガッといかないのか。いや、ガッといってたんですよ、その頃は。その頃は。コロナの前の時だから。前はね。うん、結構ガッとやってる、うん。それが最近ちょっとね、まあ、コロナ終わってからあんまりない。まあ、時々やってるけど。うん、でもね、他の野党の人たちも、まあ、僕はあの1998年に国会議員になって24年ぐらいになるんですが、僕がね、初めて当選した頃はもうほとんどそういうのなかった。やっぱりこういうことができるようになって、他の野党の人なんかとも電話のやつなんかしょっちゅうするようになったのは、やっぱりあの安保法制以降の野党は共闘というあの流れの中でそういうことが増えてきた。そこで危機感は共有したんですよね。したりしました、その時はね、うん、その時はね。今ちょっとあんまりね共有してないね。やっぱりあの安倍政権っていうのと岸田政権っていうのの違いはあるのかもしれないんですけど、うんうん、でも僕はね、むしろね、岸田政権の方がちょっと怖いなっていうか、うん、今あの真ん中抜けましたね。真ん中にガースがいます。あ、ガースいますね。ガースさんはもうね、ちょっとあの人もよく分かる。置いといて。岸田さんって一番今まででテレビ出てないなみたいな、なんか全然見ないなって。そんなことないですよ。一般ピンポー的にはすごい感じてる。でも、ってことは結構。似顔隠しとか困ってた。岸田さんって顔に。似顔どうなんですか。いや、政治家はほとんど描かない。あ、書いたか。昔書いたの。うつみやけんじさん書いてた。うつきやさんはほら、好きだから。あ、まあ、政治家です。ちょっと印象が薄いかもしれないですね。ああ、でもその人が今ね、国の一応、うん、でもやってることは結構激しいことね。そうですよね。だから敵基地攻撃能力なんていうのは今まであまり言ってこなかったことを言ってるし、防衛費2倍だとかってね、言うしね。だから割とだからああいう人の時の方が怖いっていうか、うん、見るからに高派っていうか、うん、もうプン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 危険な匂いをこう出してる安倍さんみたいな時よりも、うん、なんかいい人じゃないかって思う、ちょっと錯覚させる岸田さんの時の方が、うん、いろんなこと進めやすいっていうのがあるのかもしれない、うん、逆にみんな油断するんじゃないかみたいな、うん、で実際やってることは安倍政権の時以上に結構激しいことをやってるし、あとあの経済では分配分配って言ったのは最近分配言わなくなっちゃったし、もう成長から分配って順序が逆だろうと、分配してこそ成長になるんじゃないのかと思うんですけど、でまあ何聞いても検討します検討します。だからあの自民党の今度のポスターは決断と実行って書いてあるんですけど、決断と実行、決断と実行、僕はね、もう検討と先送りって変えたらどうですか。本当ですよね。本当、うん、検討だと検討検討検討でしょ、うん、でしかも最近は分配はもうどっか行ってしまう、うん、あ、なんて令和の所得倍増って言ってたんですよ最初は。言ってましたね、なんかそんな話を。それが最近所得倍増じゃなくて資産所得倍増ってなったんですね、うん、要するにもう賃金上げるのは諦めたんですよ、うん、岸田さんは。もう貧乏人は死ねってことですよ、うん、まあ、ひどい言葉で言うと、まあ、そういうことね、うん、だって貯蓄から投資へって言うけど、投資できる貯金がありますかって。ないですよね。即答したのよね。ないですよ。貯金がないのと、あと貯金はやっぱり取っとかないと、株に投資したら何かあったらば老後の資金がね、うん、減っちゃったら大変だってのあるから、うん、投資できないわけで、多分これ数字札なんだけど、共産党の政策っていうのは結局すごい困ってる人が貧困層にはいいかもしれないけど、結局共産党が言ってるようなことやったらば経済の成長が止まって景気が悪くなって企業の業績悪くなって自分たちの給料減っちゃうんじゃないかっていうふうに
まあ、結構今その大企業で働いてる人はそういうイメージを持ってるんですよね。ただ現実を見れば賃金上がってないわけですよ。なんで上がってないって、成長率落ちちゃってるわけですよ。だ結局その人に厳しい、人に冷たい、もう暮らしを支えない経済っていうのは、成長しない経済の中で来てるっていうのは、どう考えたってヨーロッパの国なんかと比べれば日本は経済成長止まっちゃってるわけだから、そうじゃないんだと。共産党が言ってるような、野党が言ってるような、分配を重視するようなことをやって暮らしを支えてこそみんな物を買うようになるし、物を買うようになれば経済活発になるし、そうしたら企業の業績だって良くなるしっていう、そういう方向に。だから僕らが言ってることは決してなんか一部の弱者のための政策ではなくて、もちろんその本当に苦しい立場の人を支えるっていうことが僕らの原点ではあるけれども、それをやることが日本の経済を元気にするんだと、そこのところがね、僕らね、やっぱりアピールが弱かったと思うんですよ。そう、実は対極で物を見てるんだよっていうことが伝わらなくて、理想主義とか綺麗事って言われちゃうんですよ。そうですね。そこは、そこ突破しないといけない。そう維新なんかの方がむしろそういった人にこうグッとアピールしてるってところは、うん、その時にある。そうそうそう。だからあの、病院減らすわ、保健所減らすわ、で経済を立てて、もうそれでいくんだみたいなね、規制緩和だと、でもそれやってきた結果が今のやっぱり経済作ってきたと思うんだよね、本当にこう成長しないようなね、みんなが本当に貧困と格差がどんどん広がるような、国作っちゃったわけだから、でそれをもっともっとひどくしようと、今まで自民党がやってきたようなことをもっとひどく加速しようというのが維新だと思うんですけど、今までさすがに自民党ですら手をつけられなかったような規制緩和とか、もう例えば首切り自由の、解雇の自由とかね、あるいはその雇用の流動化で非正規雇用をもっと増やすというふうにやろうとしたのが維新で、そうじゃなくってきちんとあの土台を支えてこそちゃんと成長できるんだっていう、まあ、だから本当に丸の内とかで働いてるサラリーマンの人が、共産党の政策でこそ経済が成長できるんだなと思っていただけるようになると、ぐっと変わるんだよ。そこにアピールする。アピールしないと。だから僕らが言ってるようなことをやれば、経済だって良くなるはずだし、大企業にとってはプラスになるはずだっていうことだと僕は思ってる。別に大企業潰そうと思ってるわけじゃなくて、大企業を含めて経済を良くしようってことで言ってるわけで、日本経団連のために仕事をしてるんじゃないかと時々思うこともあるので、そういうこう、なんていうかな、大きな議論っていうのはなかなか国会でやっぱり十分できてない。でもっと言うと、ちっちゃい議論をみんながすればいいんだなって思うんですけど、私も政治にそんなに詳しくないというか、精通はしていませんし、こういう人間が政治に関してものを言うと、何も知らないくせにバカ引っ込んでろみたいな、でも政治って誰のものかって思うんですよ、我々のものなんですよ、主人公は国民ですか、そうなんですよ、でもそこがなんか知識があって、そのいろいろな歴史を知っていてっていう人しか政治を喋っちゃいけないのかみたいな国になっていて、国っていうか、まあそうですね、私たちがもっとなんか政治の話してもいいんじゃないって、酒の魚に、酒の魚にダメなんだよみたいな、もうちょっと率直にどんどんこう共産党ここがダメなんだよとかもうあったらやっぱそのアピールというか、なんかそこにどこがやっぱりあるんですかね、アピールなんでしょうね、やっぱ綺麗事すぎるってよく言われるのが、そこが綺麗事ね、でも僕ね、前にね言われたことあるんだけど、共産党っていうのはね、やっぱ学校の先生の嫌われ方に似てる、もう正しいことを言うんだけど鬱陶しいっていうね、学校の先生が嫌われるのと似てるところあるよねって言われたことあって、そういうのあるかなと思って、でも学校の先生やっぱり信頼さはされるんだけどね、選挙権持ってる、これは誰にも妨害されないものだし、ね、それは自分で決める問題、そうだからこうやってね、小池さん大好きアキラなんて言っておきながら、立憲民主に入れてるかもしれませんそれはもうそう、だけどその権利は自分にあって、でも選挙に行かない人が多いってどういうことなんだろうなとか、もったいないですよ、だってやっぱり選挙の一票で税金の使い方とか変わるわけだし、そう、やっぱりね、ここの権利を行使しないともったいない、税金が正しく使われてればいいんですよ、税金が高くても
ちゃんと使われてれば文句なんか言わないんですけど、なんかあのクズみたいなマスク配るとか、そういうのやめてほしいんですよね。そう。それでポンコツの戦闘機買わされて、え、あれそれの何兆円ってどういうことみたいな。でアメリカからバンバン買ってね。そうそうそう。で借金で高年度負担だ、うん。もう頭金だけでもう大変なことになる。でもほら未来の若い方たちに全部借金が負わされるわけですね。私なんかあと20、20、30年しか生きないからあれですけど、うん、今子供の子たちはもう借金抱えて、うん、大変ですよね。そうですね。例えばあの NHK の日曜討論って僕はね、以前は月に何度も出てたんですけど、うん、今、あれ今年はね、1月に1回あったっきりで、この間、5月の終わりにあったっきりで、ね、うん、こんなに出ないの初めて。うん、だからね、これね、NHK がだけが悪いわけじゃないと、うんうん、多分出たくないんですよ、自民党が。そうですよね、揃わないと、そうそうそう、揃わないとやんないから、うん、で自民党がね、出るってね、成り立つんですよ、うん、これは推測だけど、多分自民党が出たくないんですよ、うん、そんなこと言って自民党はそんなことないとか言いますね、うん、絶対そう。つつかれることが多いからかな。うーん、まあなんか嫌なんでしょう。うーん、だって討論会やるとやっぱりすごく分かりやすいじゃないですか、違いが、ね、うん、そうですね、はい。でニュースだと言いたいことがパーッと言ってると綺麗事で、それこそ綺麗事しか言えないから、うん、分かんないけど、やっぱりこうやって討論会でこうやってやればね、うん、だからさすがに予算、まあでも国会のテレビ中継も減ったしね。でも何より減ったのはテレビの討論番組。なんかいつからか減りましたよね。減りましたよ。で、あれでも都知事選もなんかほとんどやんなかった。討論会やんなかった。ユリコ一強みたいになっちゃう。だからあのエジプトカイロ大学問題だって全然追及できない。まあそうカイロ大学問題だけじゃないけどね。あまあでもあの時も、うん、テレビではやらなかったけれど、チューズライフプロジェクトっていう、うん、あそこがあのネットでチューズでやりました。ね、やりましたよね。全員が出たわけじゃなかったけれど。昔はあのね日曜日っていうと朝フジテレビの報道2001っていうのがあって。うんうん、でその後でサンデープロジェクトっていうテレビ朝日番組があって、うん、で NHK の日曜討論が3つ掛け持ちとか、うん、結構やったけど、うん、今もうフジテレビはほら橋本徹氏が仕切ってるし、そうそうそう、で自民党と、まあ、せいぜい立憲しか出ないし、でしょ、うん、共産党は絶対出さない、うん、でサンデープロジェクトなくなっちゃったし、うん、こうディベートっていうかね、そういう番組があったこと自体は僕は大事だったと思うんですよ。それはほとんどいないから。それを、それこそゴールデンにやりゃいいって話だと思うんですけど。やったらすごいと思いますよね。ね、すごいっていうか、外国では結構やってるんですよね、そういう番組の人が番組とかね。そうですよね、アメリカとかその大統領選とか、そういう夜、うん、プライムでやる、うん、みんなが見る時間に、うん、バーンってやらない。なんか今度の総選挙も政党討論は公示前に全部ほとんど終わっちゃう。民放は NHK は公示してから1回ぐらいやるみたいな話なんだけど、だからやっぱり選挙が始まってからじゃないですか、みんな関心持ってどうなんだろうって思う。そういう時になんでやんないのかなと思うんだけど、選挙で忙しいからできませんとかって言いましたけど、そんなことないだろテレビ番組出るぐらいやったらどうなんだろう、ね、政治っていうのはやっぱり理想を掲げて、だよくそのテレビ討論なんか出てね、この憲法9条大事だとか言うと、うん、お花畑だとかっていうね言われてるのも、でもやっぱり絶対戦争地にしないって誓ったこと自体はすごく尊いことだと僕は思ってるし、うん、そのために徹底的な努力をする、うん、だから戦争になったらどうするかっていうよりも戦争を起こさないためにどれだけ努力するのかっていうのが政治の僕は仕事だと思うし、やっぱ政治しかできないじゃないですか、戦争を止めるっていうのは。じゃあ今の自民党はそれやってるかっていうと、僕ははっきり言ってやってない。でもそれを投げ捨てて、とにかく軍事力を強めるってことばっかり言ってで、そんなこと言ったらもうとにかくどん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 お互いに軍事軍事軍事ってやって、もう意図しなくても何らかのきっかけでこう戦争が起こり始めてしまった、
まあ、ウクライナでもああいうふうになってるけども、例えば中国と台湾とかでね、うん、でアメリカも加わって戦争なんかあったら、本当に悲惨なことになるのに、うん。台湾有事ってどれぐらいその可能性があるというか。いや、だから僕は今言ったようなね、本当に今みたいにこう、軍事力だけで対抗していくようなことがあったら、うん、まあ、意図しなくてもね、うん、何らかのきっかけで爆発が起こるっていうことが一番怖いし、うん、それを抑えるための努力をやっぱりしなきゃいけない、うん、だって絶対に中国とアメリカが戦争なんか始めたら本当に地獄ですよ、うんうん、経済だって破綻しますよ、うん、だってお互いに経済で依存し合ってる国じゃないですか、うん、で僕思うんだけど今シンガポールでね、アジア、シャングリラシンダイアローグってやってるんですよ。であそこでやっぱりアメリカと中国の防衛大臣は会談して結構真剣にどうやってお互いの国がね、意思疎通するかっていうのを議論してるわけですよ、うん、僕は大事だと、すごく大事だと思うんですよ、うん、で日本は そういう時にやっぱりそれをもっと進める立場でやんなきゃいけないのに、うん、高市早苗さんは昨日、なんか防衛予算が10兆円必要だとかね、うん、積み上げれば10兆円ぐらい必要だって、積み上げてねえんだろお前って、積み上げてないから言うんだろうって、でとにかくなんかもうとにかく防衛予算をどん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 増やせばいいんだみたいなね、で国債でやるんだって、10兆円どこからお金持ってくるんですかっていう話、私たちだよね、多分ね、そんな10兆円って何に使う、いやだから、ミサイル、長距離巡航ミサイルとか空母とかね、そういったものをどんどん買っていく、アメリカから、アメリカから爆買いする、僕は思うんだけど、やっぱりその、うん、まあ、その米中台湾でね、有事が起こったらって、うん、絶対起こしちゃいけない、うん、っていうのが僕は政治の仕事だと思うし、うん、起こったらどうするかっていうことで軍事力強化すると、やっぱり何らかのきっかけで本当に起こっちゃう、うん、でね、この間ちょっとやっぱり訴えてて、うん、結構響くのはやっぱり軍事力一辺倒でいいんですか、うん、でね、2月とか3月の時ってそういう訴えするとちょっと浮いてる感じはあったんですよ、うん、やっぱりウクライナのあの事態が始まって、うん、日本もやっぱり軍備増強しなきゃいけないんじゃないかな、必要なんだみたいなことも、そういう気分はあったように思うんですね、だから僕なんかそういう軍事力だけでいいのかっていうと、なんかやっぱり受け入れられない空気あったんだけど、最近ちょっとね、やっぱりみんなリアルに見ると、うん、本当にやっぱり戦争になっちゃまずいなっていうのがあって、うん、で軍事だよ軍事でどんどんやってても誰も幸せにならないし、どんどん危険になるし、そんな道でいいんでしょうかっていうのが、うん、割とねこう受け入れてもらえる感じは生まれてきてるなっていうちょっと感触は持ってるんですよ、うんうん、ただわかんないですよ、これからいろんなことが起こるだろうし、こういう中でイケイケどんどんっていう議論もね起こりかねないから、すごく危険だから、だから今度の参議院選挙ってそういう意味では分かれ目、どんどん危険な方向に持ってっちゃうのか、それともちょっと待てよっていう方向で立ち止まるのかっていう点ではね、大事な選挙になるかなと、まあ、この間日曜討論に出た時に、みんなやっぱり防衛予算を増やすべきだって言うんですよね、僕だけだったんですよ、やっぱりこんなことでいいのかっていうことを言ったのはね、でもやっぱり世間の空気はそうだからみんな言っちゃうっていうのがあると思うんだけど、これやっぱりね、共産党はそこは抗っていかないといけないっていうか、やっぱり軍事軍事で行くのはダメだっていうことを言うのが共産党の役割じゃないかなと思って、まあちょっとそういうことで頑張ろうと思ってるんですけどね、でそういうふうに訴えれば僕は結構分かってくれる人いるんじゃないかなっていうことはちょっと感触としては持ち始めている、うんうん、